はようございます。今回は特別編、加えて YouTube からの投稿です。未だにニコニコ動画の復旧のめどが立っていないからな。それで今回はどこを紹介するのでしょうか。今回は先日開始されたウマ娘と茨城県美浦のコラボの様子をお伝えします。ハンムスがウマ娘を紹介って。確かに今まではキャラクターを分けていましたが、今後は旅行場所や関連作品に関わらず鈴月と行くシリーズとして統一していこうと思います。ニコニコ動画の投稿で美浦を何度か紹介していますので、その辺を見ていただければよかったのですが。ないものをねだっても仕方ありません。過去の映像と合わせて今回のコラボを中心に解説紹介をしていきます。それではスタート。改めまして、今回令和6年7月8日から8月9日まで約1ヶ月間開催されるコラボイベント、美浦の地域産品直売所美浦ふれあいプラザにて、美浦を代表するウマ娘の等身大パネルの展示とクリアカードの配布が行われています。確か美浦のホームページにはイベント終了後もパネルだけは残る予定らしいな。美浦ふれあいプラザへは鉄道などの公共交通機関ですとJR 常磐線の土浦駅へ向かい、土浦駅西口の一番バス乗り場から出発する江戸崎行きに乗ってください。土浦駅から約30分、美浦郵便局前で降りて、後ほど紹介しますが、降りたバス停の後方、郵便局の先に見える霞と書かれたスーパーへ向かうと目的地に到着します。ちなみに江戸崎行きのバスはこの先トレセン学園の元ネタの一つでもある競走馬育成施設美浦トレーニングセンターへも行けるぞ。美浦トレこと美浦トレーニングセンターは後ほど紹介しますね。それでは美浦ふれあいプラザへ車での行き方ですが、常磐自動車道路桜土浦インターの料金所を出て右側土浦霞ヶ浦方面に向かい、まっすぐ20分ほどで目的地に到着します。なお美浦ふれあいプラザの駐車場はスーパーなど他の施設と共同なので、他のお客様にご迷惑がかからないよう、イベント利用者は近くにある光と風の丘公園の駐車場での駐車をお願いしています。桜土浦からもいいですが、今通ってる圏央道の稲敷インターから目的地へ行くルートもおすすめです。確かに圏央道の方が目的地に近いインターで降りるようだけど、桜土浦からは一本道なんだからそんなに変わらないのでは。では実際に通ってみましょう。ということで稲敷インターを降りまして、出口の交差点を左折します。左折した後まっすぐ行った先の突き当たりを左折。稲敷市役所を左手に見つつ、その先の突き当たりを右折すると、なんだ、JRAマークが描かれたバスみたいなのがいっぱいあるぞ。こちらは馬を運ぶ馬運車を取り扱う会社の一つ、日本馬必輸送自動車株式会社。この会社の特徴は各馬運車に歴代の名馬の名前が使われています。なるほど、劇場版の夏合宿に登場したバスのデザインがこれだったんだ。そして正面が美浦トレーニングセンターの敷地になります。この道路は美浦トレーニングセンターの敷地に沿って通っていく道路です。なるほど、せっかく美浦に来たんだからやっぱりトレセンは見学したいよな。美
ホトレーニングセンターでは中央競馬が開催される土日限定で、広報会館4階にあるターフプラザの見学ができます。中では実際のトレーニングコースを眺めたり、美穂で活躍した名馬の蹄鉄や施設内で働く車など様々な展示があります。トレーニングの様子は見れないのか？今の時期はトレーニング時間が早朝なので見ることができません。冬場になればトレーニング時間が遅くなるので、ターフプラザの開館時間である9時に行くと見れる可能性があります。せっかくの機会だし馬を見たかったな。お冬さん、馬なら見れますよ。15時になりますと、ターフプラザの隣にある検疫所から体調チェックの終わった馬が各厩舎へ戻る行列を見ることができます。15時だといろいろ巡った後の最後の締めに見に行く感じで、余裕の持ったスケジュールが組めそうだ。美穂トレセンを通過後、会場の最寄り道路である国道125号線とぶつかる交差点を左折。少し余計な解説も入りましたが、こうやって美穂トレセンを通りつつイベント会場へ向かえるのでおすすめですよ。確かに会場へまっすぐ向かうだけでなく、軽く聖地を通過するだけでも気分が全然違うな。早速イベント会場が見えてきましたね。今回コラボしている各ウマ娘の上りが見えるな。何度か説明してますが、ミホふれあいプラザはスーパー霞に併設しているため、車でお越しの際は必ず公園駐車場をご利用ください。会場のミホふれあいプラザではミホを代表する馬娘のパネルが展示されてます。手前からグラスアンダー、シンボリルドルフ、セイユンスカイ、マンハッタンカフェ、ライスシャワー、桜爆心王、メジロドーベル、シリウスシンボリ、桜ローレル、グラメンテになります。皆さん思い思いのグッズなどと合わせて写真撮影していましたね。初日や2日目は平日ということもあって、開店のピークを過ぎればガラガラだったが、まさかドキュートのぬいぐるみを持ってくる人を見かけた時はびっくりしたぞ。さて、会場内に併設されてる直売所で500円買うごとに、先ほど紹介しました各種ウマ娘のクリアカードが1枚もらえます。7月9日現在では選択制で各種1枚制限だったな。直売所ではミホ周辺の各種野菜やお菓子などが販売され、特に都心から来た方々は野菜の安さに感動してイベントそっちのけでいろいろ買い込んでいましたね。この時期だと保冷バッグは必需品ですね。他にも茨城県に関する常温でも持ち歩けるお菓子なども売ってますのでご安心ください。馬のぬいぐるみなど JRA のちょっとしたグッズもあったな。あとはミホトレ線で使用されてた蹄鉄なんかも販売されてたな。また直売所内にあるカフェも対象になります。レジはそれぞれ別ですが、カードの交換所でそれぞれのレシートを提出すれば合算された金額分のカードが選択できます。ちょうどハチミツジュースが500円で販売されてましたので、ハチミーだと飲んでる人がいましたね。なお支払い方法ですが、直売所および併設カフェは現金の他に各種クレジットや QR 決済にも対応しています。ただし直売所の方はレジが2台あるうちの1台しか現金以外の決済に対応してませんのでご注意ください。さて、美穂村周辺の観光名所ですが、最初に紹介した美穂トレ以外にもいくつかあります。まずは馬娘に関するネタでアニメ3期になぜか登場した牛久市にある牛久大仏です。アニメと同じ構図にしようとすると実際の木と仏像の対比が違くて綺麗に撮れないところだな。春になれば桜の名所でもあるので桜の時期におすすめの場所です。今は美穂の帰りに圏央道から眺める程度でいいと思います。続いて馬娘コミックのシンデレラグレーで登場した大杉神社。日本で唯一夢結び大明神として、また装飾の素晴らしさから茨城の日光東照宮とも呼ばれてる神社です。裏には馬体を守護する勝馬神社があり、ミホトレーニングセンターの関係者はもちろん競馬ファンも訪れる神社です。この神社のそばにある木がすごいな。
枝の部分が馬の顔の形をしてる。これは2019年の台風の時に枝が折れてこのような形になったそうです。各所で馬の神様が宿る木として崇められてます。最後に美穂村に新しく整備された観光地鹿島海軍航空隊跡になります。戦時中霞ヶ浦の広大な湖を水蒸気用の航空基地として利用した場所だな。今映ってるこの倉庫はゴジラ -1 でゴジラとの決戦兵器となった神殿が保管されていた場所として撮影が行われました。他にも様々な作品のロケ地になっています。実際の映像だと車両を並べてフェンスを隠したり CG 編集などで綺麗に整えたりしてるが、この扉を開ける瞬間は映画と変わらないな。最後に美穂のグルメですが、公共交通機関を利用の方だとちょっと難しいです。茨城は車がないと生活できない場所だからな。今の炎天下の時期に歩けとも言えないし。確か美穂ふれあいプラザのカフェでうな重バーガーがありましたね。あれは美味しかったな。少し小さいと思ったがうなぎがはみ出しそうなくらい入っていて、しっかりとした厚みとうなぎの味が楽しめた。公共交通機関の方ですと土浦駅の駅ビルにある特急鶏そば龍介がおすすめです。茨城を代表する鶏パイタンのつけ麺のお店です。ちなみにお車の方は同じ土浦市内にある本店へどうぞ。美穂グルメではないが、公共交通機関の人だと行き帰りの途中で寄れるグルメスポットだな。ドロッとした濃いポタージュスープのような味ですが、そんなにしつこくなく太麺なのにスルスルと食べてしまいます。ちなみにこの龍介のつけ麺は美穂ふれあいプラザの冷凍コーナーにて販売しています。改めまして美穂グルメですが、やっぱり馬娘的な要素を入れると美穂トレセンの裏にあるビクトリアさんですね。美穂トレセンなど JRA 関係者はもちろん、バイクツーリングの方もよる人気のお店です。ランチタイムのメニューでもステーキクラスになると3000円前後と値段が少し高く見えますが、お肉の質は値段相応でとても美味しいですよ。ちょっと奮発して400g のハンバーグを頼むと、人参ハンバーグの土台かと思えるほどのジャンボハンバーグだ。重視の内容でしたが、いかがだったでしょうか。ちなみに美穂ふれあいプラザの営業時間は9時から18時までですが、直売所のみ9時半からになります。また毎週水曜日が定休日になります。ご注意ください。今回紹介した美穂トレの広報会館での見学やゴジラの鹿島海軍航空隊跡は土日のみの営業なので、平日に行っても中には入れないな。一応美穂トレの広報会館駐車場には平日でも美穂を代表する馬の写真や蹄鉄跡の石畳などのモニュメントが見れます。ただし毎週木曜日のお昼過ぎから15時までは出走登録などで多くの競馬関係者がその辺一帯を足場の踏み場がないほど駐車しますので、ご注意ください。これからもっと厳しい暑さが続きますが、熱中症に気をつけつつ、今回のイベントを機に茨城県美穂村へ来てみてはいかがでしょうか。それではお疲れ様でした。